はい、大家好。こんにちは、シャメです。本日はマージマンション続きをやっていきたいと思います。さあ、あと5分しかないよ。5分しかないよ。なんかやりかけだな、これ。ちょっと待ってよ。残り5分でできること。何がありますかね。潔くなんか、投了した方が、身のためなのか、どうなのか。とりあえず、ね、残り時間で楽器を作りますかね。うん。盤面が。これも作りかけなんだけど、今から作っとる時間は多分ない。でしょ、楽器を作る時間はあるのかっていうと、多分、情け。残りはもう、あれかな？来年かな？あ、一応これだけ作れる。ちょっと待ってよ。こうこう。あ、でもこんなとこかな。さすがに、これ以上は泥沼。あと3分。これ出して終わりかなっていうところだな。惜しいっちゃ惜しかったかな。多分あと2日ぐらいあればいけたんじゃないだろうか？いや、2日。いや、ダメだな、多分。あとは、もうこれを、楽器完成するか？いや、違う、これのさらに上だもん、無理だよ。うわぁ。そしたら、もう、お金だけ回収して終わっとこうかな。あと何分？ 2 分。2分。多分延長はしないかな。延長はせずにここまでかな。どっちもなんかちょっと惜しい感じにはなったんだけどね。まあなかなかね。よいしょよいしょ。これどう置いといてもちょっと邪魔な感じがするな。こうかな。あと1分。1分。もう慌てるとこう、くしゃくしゃってなる。1分だけど、回復するか。やれるとこまでね。ちょっと、なんとなくやるか。何気に手袋も、手袋じゃない。プレゼントもちょいちょいはもらえるんだけど。1分で何ができますかね。ハープだけはね、ちょっと延々と、しっかりと完成していくんだけど。あと50何秒。この、あと34秒。あとはもうこれ回収して終わりかな。回収だ。回収します。回収します。
はい、失礼します。うわ、足りないな、これ。次の段階までは足りんかったか。お金と経験値も回収。他はやれることないよね。回収すべきものは回収した。これが次の段階が、あ、もうすぐ終了しますということですが、ちょっとここまでということで。ファラダファミリー、ファラダファミリーイベントにご参加いただきありがとうございます。報酬はすべてこちらから回収できますということですが、特に何も残ってないかな。さあ、まあ10ダイヤ使って、これ多分なんかやりかけてた。なんか使えるものないかなと思って、多分地下を漁ってたんだと思う。なんかないかっていうね。若干のこの必死さが伝わってくる、そんな私の盤面でございます。これは売る。骨は売るかな。よいしょよいしょ。これはまた後だね。だけども残りの体力でね、そのカーペットだけ修理したら、メインタスクだけやったら終わっとこうかな。他に今やることってないよね。だけど私のクリスマスのこの庭はですね、この、ここまでの状況ということで。あ、でももうちょいだったな。レベル39だっけ。電飾がつくまでね。もうちょっとでしたけれども。これをね、作ったら、まあ、あとは体力あるだけ、やっときますか。今日やけにボタン出るね。どうなさったのか。有山だっけ、いるのは。よくにボタン出るな。どうしたんだ。いつもあんなに待って、いつもあんなに固くななぐらい出ないのだが、何を回収する？お金かな？さあ、針山まで完成したよ。収めるか。カーペットを修復する。うん。こっちは、そっか、これもあったね。ドリル。ね、どうしようかな。バッテリーまであるんだよね。ドリルをまず作っていけば、作れるかな。バネの上なんで、微妙なんだよね。バネの一個上。ゴミ袋。ゴミ袋じゃないっけ。ちょっと待って、アイテム名を。ビニール袋ね。ビニール袋。うん。もうビニール袋作りかけぐらいで、もう今日は力尽きるかな？多分めっちゃ短い動画になってるんじゃないかと。推測されるが。でもこれあれだよね。何か作ってる間に勝手にできるよっていうのは非常に一石二鳥感があって、だいぶ気分がいいですね。これ今んとこ何も無駄になってない。あ、でもなんかちょっと、裏にずっと置いてあるものは無駄っちゃ無駄。だが、裏っていうか、インベントリというか。さっさとこれ強化したいね。強化して楽をさせてくれ。5678。
まあ、どっちでしょう。Q ができるかできんかぐらいかな。今日。終わったな。お、もうちょいだね。どうしようかな。赤玉だけ使っといていい？青は置いとこう。赤玉だけ使います。赤玉でももったいなかったかな。これの上だっけ？一個上？二個上？一個上か。いやーでもだいぶハードなものを要求されてるよね。なんか周りのあるアイテムがあまりにも出番がなさすぎてちょっと悲しいなこれ。彼らにも愛の手。いやーでもこれやったらもう終わりかな。回復したしな。まあまあこんな日があってもよろしいのではないか。とりあえずクリスマスまで クリスマスが終わって一段落ということで、これはもうちょっと後でまたじわじわ育てておきますかね。イベントお疲れ様でした、皆様。やっぱクリスマスイベントともなるとね、やっぱ庭具結構豊富だったよね。これは特に回収するものはなし。老化は相変わらず 48%。まあ、この辺は、どうだろう。1月中には廊下越えれたらいいかなぐらいかな。なんかまた別のイベントが始まったらね、またそれでわちゃわちゃしてるんじゃないかな。と、思います。こんなもんかな、今日。いや、イベントな。時間があったとしても多分、あれダメだったかな。運要素がな。結構きつかったかもしれない。いやでもやっぱじわじわ庭の一角がね、こうやって仕上がっていくイベントはね、やっぱ楽しいですね。電飾なくてもまあまあまあ。ちょっと隣との親和性とかもね、結構あるんで、いいんじゃないでしょうか。というツリーはね、あ、でも、邸宅のツリーに比べると、何回りか小さいんだ。ほーん。かわいいな。おばあちゃんの絵もなんかで飾り付けが、なんか、有料のアイテム以外では飾り付けは今んとこできないのかな。よし。というわけで、時間ってどれくらい？わーお。わーお。というわけでですね。今日は、木曜日になるかな？私、明日から仕事始めでございます。というわけで、皆様、松の内も明けきらぬところではございますが、仕事始めも頑張っていきましょう。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。ちょっと待って、この辺はなんだ？福袋。あ、この辺は回収したな。では、失礼します。